皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、雨の日に傘は修理できない。教室業の備えはいつも日常の中にある。ということについてお話をしてみたいと思います。こちらの動画を撮ってる背景がですね、ちょうど非常事態、コロナの非常事態宣言が全国的に解除された翌日っていうような形になってるんですけれども、3ヶ月くらいちょうどいろいろコロナウイルスがっていうことでやってきて、まあ一時期ピークみたいになった時期もあって、ほぼほぼ第一波としては収束に近づいているっていう、まあ、そういう状態なんですけれども、まあ、この時期にですね、教室の先生、まあ、オンライン化っていうことで非常にいろいろ頑張ってお勉強した方とか、もちろん今もやり続けてる方とかいらっしゃるんですけれども、その一旦収束した後の未来ですね、まあ、その時に、どういう備えをしていったらいいのかっていう、まあ、そんなお話を今日はお伝えしていきたいなというふうに思っておりますので、少々ねお付き合いいただければなというふうに思ってます。まずですね、ちょっと違う路線からお話をさせていただくと、私のコンサル生さんに椿留美子さんっていう方がいて、山梨の方と東京の田梨の2カ所2拠点でパン教室を開講している、まあ、自家製工房とかも扱ってらっしゃる、まあ、パンゾーっていう名前のウェブサイトをお持ちなんですけど、椿留美子さんっていう方がいらっしゃいます。でこの方がですね、先日日テレの取材を受けてですね、まあ、テレビに載ったっていうか放映されたんですよ。で日テレって言えばやっぱりね、相当こう有名な全国区のテレビになぜいきなり、彼女が打診を受けたかっていうと、まあオンラインレッスンの、まあ、記事っていうかブログを書いているところが、まあ、たまたまヒットして目に留まって、でその後テレビ局の方とかがホームページとか YouTube の動画とかブログとかいろいろ見た結果ですね、まあ、ホームページ経由で問い合わせがあったっていうのが経緯だったんで、彼女が売り込みに行ったわけでもなく、何かを誰かつてでやったんじゃなくて、もう純粋に探されて、取材が来たっていう、まあ、そういう事例なんですね。でここのポイントで何が言いたいのかっていうと、もちろんテレビに取材されるっていうことは素晴らしいんですけれども、まあ、例えばもっと自分で積極的に自分の事業を伝えるプレスリリースとかっていう、まあ、メディア露出の部分でそういう手法もあるんですけれども、記者さんって何を見るかっていうと、もちろんホームページを見ます、はい、まず最初にね。だからまずホームページを持ってるか持ってないかっていうのは有利不利で言えば、持ってない方がやっぱり不利ですよね。まず持ってるか持ってないか、アメブロでよく集客されてる方でね、ホームページいらないとかっていう方もいらっしゃるんですけど、社会的な信用度がやっぱりちゃんと自分のページを持ってるか持ってないかっていうのは、しっかり仕事をやってるかやってないかっていう大きな判断基準になるので、そういう意味ではまずはホームページを持ってほしいということと、あとただ持つだけでもダメでですね、よく上げたらそのまんま置きっぱなしとかっていう方とかも中にはいらっしゃるんですけれども、ホームページって理想は毎日なんですけどね、ブログを更新することによって毎日手を入れてるっていう状態を作るのが、まあ、本当は一番いいんですけれども、毎日手を入れることができないにしてもですね、その何か動いている、更新がかかってるってページを作っておくっていうことが、まあ、よく探されやすいとか、あとはこの人は誠実にちゃんと仕事をやってるんだなっていうことを見てもらうきっかけになるんですね。で椿さんもホームページ作って多分2年3年近くになるのかな、よくできている、更新ができている時とできてない時とかがありますけれども、まあ淡々とブログ更新とかを続けていて、あとはプラスアルファ動画ですね、
動画の取り組みとかも、コンサル生産仲間でみんなで頑張ろうって言って、動画の取り組みも結構やってもらった時期があって、動画もよく撮ってたんですよね。で、そういった動画も上がっている、ブログも書いてる、ホームページがあるっていう、この3点セットがあった上で、大概その担当者ってよく見るらしいですよ。はい、そのページとかを。で、私の、本の企画書を出した、その出版社の方も、私のブログとか動画とかを結構な本数見たって。要はこの著者はどういうことを考える人で、言ってることに破綻がないかとか、一貫したことをちゃんと伝えてるかとか、そういうのを見るためには、ちゃんと動画をね、更新してるとか、ブログを更新してるっていうのは非常にこう信用される内容なんですね。ですから、まずそのポットでの人がパッとテレビに取材されるっていうことは、何かを言ったから取材をされるっていうんじゃなくて、その取材に値するネタを持っていて、でそちらがあるからその人柄が見えて、じゃあちょっと聞いてみようかっていうことになるので、これは日々の更新ができていないと、無理っていうことになるんですよね。なので、私がクライアントさんにお伝えしている戦略って結構地道で地味な感じなんですけど、とにかくね、コツコツ継続することをベースに信頼関係をきちんと強く作っていく、それによって自動集客と自然に売り上げがちゃんと上がっていく仕組みを作るっていうものなので、一足飛びにパーンと100万上げたいとか、何百万をね、売り上げ上げたいっていう人には向かない戦略です。その代わり、数年かけてちゃんとファン作りをして、盤石にこう地道に売り上げを上げていくやり方になるので、例えば今回のコロナとかでもちゃんとそれができてる人は下がるどころか、むしろ売り上げが上がった人ばかりでした。私も含めてですけどね。だからそれができてる人とできてない人と如実にはっきり分かれたのが、このコロナの分かれ目のところで一つ出たものだったなっていうことですね。普段からお客様とコンタクトが取れていて、それがお客様が欲しい商品をきちんと提供し、形を変えて提供です。これもポイントなんですけどね。普段からオンライン、動画、ズーム、いろんなそういったものを普段から扱っていたから、世間で巷にウェブカメラが切れたって言っても、別にもともとみんな持っている、ビデオカメラで映してた人はビデオカメラも持っている、編集スキル、iPhone とか Android とかを使った編集も、動画を上げるのを普段からやっていたから、慌てて覚えなくても、はい作りましょうって言ったら作れる、そういうスキルがあったので、対面ダメだよねって言ったら、皆さんオンラインに切り替えてくださいって言ったら、試行錯誤をしながらでも、すぐに皆さんオンラインに切り替えることができたので、売上そのものっていうのは、そのオンラインの売上は対面よりは全然下がってます。無料無償提供とかね、そういうものも結構あった。ただ目に見えない財産が積み上がったものがあります。それは何だと思いますか？ここは教師の先生にはぜひ持っててほしい視点なんですね。よく無料レッスンだと無料で持ち出し、要は自分がいろいろね、やることばっかりで持ち出しばっかりで、なんか全然売り上げが上がらないとかっていう声を上げる方いらっしゃるんですけれども、そういう捉え方をすると、その Zoom の無料レッスンって意味がなくて、出会いの場として、要は認知ですね、普通の対面レッスンの時に認知されてたものを、今度は Zoom とかオンライン講座での認知を上げていかないといけないので、それによって信頼してもらって、いずれ本レッスンに入ってくるって、その土台作る時には、持ち出しとかもあるのはある意味当然で、だから元が取れないからやらないとかって言ってる人いるんですけれども、それは本質の見分け方が間違ってるというふうに考えております。はい、ですので、実際に、どういう状態でやるにしても、信頼を得ることによって
次につながるお仕事をきちんと丁寧にやっていくっていう、その時期はね、その時期だっていうふうに思って行動できるかできないかっていうのは非常に大きなところがあると思います。ですので、普段からとにかくいろんな準備というか、モチベーションがね上がらないと継続できないとか、モチベーションが上がらないから動画が作れないとか、モチベーションが上がらないからブログが書けないとか、まあ、いろいろな言い訳っていうか事情とかね言う方いらっしゃるんですけれども、そのムラがなく仕事を淡々とできるかどうかっていうのは非常にこう長期的に考えるとビジネスがうまく回っていくかどうかの大きな境目になります。で、私のクライアントさん、私自身ももちろん淡々とコツコツとずっと動画もブログも上げ続けている姿を見ているので、割と皆さんそういう形でチャレンジしてくださる方が多いんですけれども、結局その積み重ねがそういった取材をされたり雑誌の依頼が入ったりプレスリリースで新聞に載ったりっていう、そういうものに結びついていくことになったりとかするんですね。一足飛びに今やったからそれがやるわけじゃなくて、雑誌に載りたいからとかテレビに取材されたいからっていう目的では意味がないですね。普通にお客様のためにっていうことがベースになって、やめずに淡々とどれだけの期間続けられるかっていうのが多分勝負になってくるかなっていうふうに思ってるんです。で、それは今お伝えしたかったのは継続の大事さっていうことですね。はい、じゃあ今日のね本題のとこ行きますけど、まあ、雨の日に傘は修理ができないっていう話ですけどね、雨の日に傘って使いたいわけですよね。だからその時にボロボロになってる穴開きの傘をそこで修理したってあんまりこう意味ないじゃないですか、今すぐ使いたいのに、だからその今すぐの時っていうのは危機管理がないような大丈夫な時に修理をしたりとかメンテをしないといざっていう時に役に立たないんですよね。で、これを今の状況に置き換えると、まあ、コロナ収束、第一波の収束はほとんどもう見えてて、これからだんだんと日常に戻っていくっていうところになると、ここでね2つの方向性に分かれるんですよ。特にパソコンとかそういうコンピューター機械物が苦手だった人は、もうニッチもサッチもいかないから追い詰められた状態だったから、なんとかオンライン化とかズームとか覚えようとかって思って頑張ってた人も、あ、戻ったからもう対面の生徒さんだけでやっていけるからいいやって言ってここでやめる人と、まあ、せっかく覚えた知識もっと深めて次の時に備えようと思ってやめずに続ける人、この2つにおそらく分かれます。はい、で当然私は私のコンサル生さんクライアントさんにはやめずに続けなさいっていうことは言ってます。というかむしろ今こういう収まった状態だったとしても今後オンライン化していくのはもう間違いないので、10割が例えば対面とかリアルでやってたレッスンを、まあ、オンラインの時に10にオンラインにもし変えたとしても、これが戻ったとしても6ぐらいはオンライン残しておいてほしいぐらいのイメージです。はい、通信制のね動画を売るみたいな販売するみたいな講座でもいいから、オンラインは絶対にやり続けていた方がいい。でそれが如実に私も分かっているのが新規の方ですね、一番多分ピークで皆さんが困ってた、まあ、ゴールデンウィークに当ててセミナーとかをやってるんですけれども、まあ、解除される予想が見えてきたあたりのちょうど時期に、まあ、新しい日程で講座の募集とかかけてるんですけれども、入りの速度が遅くなりました。ということはどういうことかっていうと、切迫して困ってたからすごい習いたいっていう人多くって、もう解除になったから対面でいいやって思って習いたいと思わなくなった人が増えたっていうふうに思ってるんですね。でそれはどういう道を選択するかはご本人の自由だし、私は別にいらないっていう人にセミナーをご紹介したり売ったりすることはないんですが、ここでポイントで考えてほしいのが反応しない人がたくさんいるっていうことです。これどういうふうに捉えます？
マーケッター、要は市場を見る、私はマーケッターでもあるので見ますけれども、この状態だったら確実にもっと、オンラインのスキルを磨きます。みんながやる、覚えようとするのをやめてるからです。そうすると、そこでさらにコツコツと技術と技能を身につけていくと、その人たちがもう一回、例えば天変地異、地震、台風とかで、あとはコロナ第2波第3波になって、またやらなくちゃっていう、ゼロからやる時にずっと続けてた人は盤石のものを作っていくことができてる状態なのに対して、やめちゃった人はまたゼロからやり直しになるので、その差のつき方は、今の差はこれぐらいかもしれないけど、将来にわたっての差はものすごく開いていきます。だから辞める人が多い、辞めるっていうのは要は覚えようとするのを辞めてしまう人が多いっていう、この現状は逆にやってる人にとってはものすごいチャンスで、少ないということです。やってる人が、私は少なくて将来に見込みがある仕事からやるようなタイプなので、これは非常にチャンスだなというふうに考えてます。オンラインを覚えてね、教室の整備をして、こういう時期だからホームページもちゃんと整備をしてっていう意味では、非常にいい時期だなっていうふうに思います。ですので、一応この動画をね、今ここの段階まで聞いてくださってる方においては、やめないで続けた方がいいですっていうことをお伝えしたいです。やめるのはね、簡単なんですけど、やめないの難しいんですよ。やめないの難しいと、その後どうなるかっていうと、残れる人になるんですよね。目立つ人になります。ブログ集客っていうのが10年前ぐらいに流行った時、今でももちろんブログは非常に効果と成果があるものなんですけれども、そのブログ集客というものを、考えた時に、やっぱ淡々とやるっていうのがどうしても項目として出てきちゃう。で、私は普通にもう9年目になりますけど、ブログもずっと書き続けてますが、できないらしいです。だいたい1年例えば毎日続けるとかいうのができない人がほとんどっていうふうにブログ集客を教えてくださった先生が言ってました。だからそれぐらいやらないってことです、人は継続的に。となると、やった人が目立つし残るっていうのは、自明の理っていうことになるんですがね。ですから少なくとも今のこの時期においては、オンラインのスキルはさらに磨き続けてくださいっていうのをお願いしたいな、その重要さを今気づいてほしいな、皆さんがやらないっていうふうになった時だからこそ言ってます。これは私が募集をかけてる人間だからわかるですよ。だって世間がどうかとか、その反応の状態とかは如実にわかりますからね。その分析からお答えする現状になります。最後のまとめです。雨の日に傘は修理できない、教室業の備えはいつも日常の中にあるということで、その時になっても対応が遅れる、ないしはできないことになるので、何もなくて気持ちが緩みがちな時だからこそ、将来に向かって備えていくスキルを身につけたらいいかなっていうふうに思いますので、ぜひご参考にしてみてください。それでは。